ラリー・リー・プレスラーはアメリカ合衆国の政治家、弁護士、サウス・ダコタ州の共和党員として連邦会員議員を2期、連邦上院議員を3期務めた。カトリック教徒の家庭に生まれたが、2015年に改修し、末日聖徒、イエス・キリスト教会の会員となった。ラリー・プレスラーはサウス・ダコタ州ミネハハ・グンハンボルトで生まれ、実家の農場で働いていた。 サウスダコタ大学に入学後、1961年には 4H クラブのメンバーとしてカイロで行われた世界農業博覧会に出席し、翌1962年には 4H クラブから国民市民賞を授与された。また、サウスダコタ大学の学生協会会長も務めた。1964年にサウスダコタ大学を卒業すると、ローズ小学制度を利用して、 イギリスオックスフォード大学で学士号を取得した。その後、アメリカに戻り、1966年にハーバード大学で公共経営修士を取得、卒業している。1966年にアメリカ陸軍へ入隊して、ベトナム戦争に参加すると、退役後は、中尉としてアメリカ国務省で外交官として数年勤務した。ハーバード大学。 ケネディスクールで学んだ後、同大ロースクールを1971年に卒業した。軍属中だった1968年、プレスラーはサウスダコタ州一区から連邦会院議員を目指そうと民主党からの出馬を模索するも撤退。1974年選挙に共和党から会院議員選挙に出馬し、民主党現職のフランク・デンホルムを破って当選を果たした。 ただし、サウスデコタ共和党からは、選挙資金の提供を拒否されている。1976年3月、ジャーナリストのジャック・アンダーソンとレス・ウィッテンは、プレスリーが執筆したとされる一部の記事について、ワシントン・ポストや、その他の新聞から盗作を行っていると告発した。プレスリーは盗作を否定したものの、百七十六年一月に執筆された記事に関しては、 ワシントンポストからの引用が偶然含まれていたと発表した。このようなスキャンダルこそあったものの、同年行われた1976年選挙では8割近い票を得て再選を果たし、次の選挙で上院議員へ挑戦することをほのめかした。事前に言っていた表明通り、1978年選挙に出馬し、民主党現職のジェームズ・アブレズクを破って、 連邦上院議員に就任した。ベトナム戦争の退役軍人が連邦上院議員を務めるのは史上初のことであったという。3期の上院議員としての任期を務める間、1980年に短い間ではあったものの大統領選挙への出馬を表明し、ベトナム戦争の退役軍人問題に関する運動を行っていたほか、 第104議会ではアメリカ合衆国上院通商委員会の委員長を務めた。また、1980年に起こったアブスキャム事件では連邦捜査局が行ったおとり捜査において FBI 捜査官からの贈賄を拒否したことでメディアから賞賛を受けた。1996年選挙では4戦目を目指して立候補するも民主党のティム・ジョンソンにわずか3%差で敗れた。 落選後はニューヨーク州で弁護士として活動し、自身の法律事務所、プレスラーグループを設立した。その後もたびたび政治活動を行っており、2000年の大統領選挙ではジョージ・ w ブッシュ候補の選挙陣営に参加したほか、2002年には再選を目指してサウス・ダコタ州全州区から会議員選挙に出馬を試みている。2009年には、 アメリカ大陸の海外遺産保存のための委員会の委員も務めている。かつては共和党員として政治活動を行っていたが、2008年と2012年の大統領選で民主党のバラク・オバマ候補への支持を表明して、以降、2016年選挙でヒラリー・クリントン、2020年選挙でジョー・バイデンを支持するなど民主党の大統領候補への支持を 表明し続けている。さらに、2014年には民主党と共和党が、イデオロギーに固執しすぎていると述べた上で、無所属での連邦上院議員選挙への挑戦を行った。プレスラーは、国の財政赤字の削減を最優先課題に挙げ、富裕層への増税や、社会保障の開始年齢の引き上げへの支持を表明していた。無所属での出馬ではあったが、 サウスダコタ州の2大新聞、アーガスリーダーとベイリー・レパブリックから支持を集めたほか、共和党有利とされる情勢の中で支持を伸ばし、全米からの注目を集めた。総選挙の結果、プレスラーは17.1%の票を獲得するなど検討したものの、共和党のマイクラウンズが当選を果たした。2020年11月に、水臓んと診断され、 メリーランド州ボルチモアのジョンズ・ホップキンズ病院で療養を行っている。ありがとうございます。